知年第一サイト、第二サイトは、それぞれ、沖縄県南城市の知念半島にあった、米陸軍の基地、現在の二来家内展望台の周辺にあった。ホークミサイルが配備されていた知念第一サイトは、陸上自衛隊の知念校舎教育訓練場に、ナイキハーアキュリーズが配備されていた知念第二サイトは、航空自衛隊の知念校舎教育訓練場に、それぞれ移管された。 知年文遁基地敷地内には、差し木用どれがある。1957年7月8日のアメリカ公文書館の記録には、沖縄の内気基地8カ所の名が記されている。そのうちの一つが、知念サイトであり、琉球政府の記録にも1957年8月23日の内気基地査察の写真が残されている。また、米国民政府はさらに、 ホークミサイルを導入することに決定し、1960年3月12日の記録では沖縄のホーク基地8カ所の名が記されており、そこにも知念サイトがある。つまり、知念サイトにはナイキとホークの両方が配備されていた。1972年の沖縄変換に伴い、水面下で様々な交渉がなされていたが、ナイキミサイルシステムは航空自衛隊に ホークミサイルシステムは陸上自衛隊にという配分で、知念サイトは2つに分けられ移管された。管理地域と訓練地域からなる。管理地域には庁舎、大舎、食堂、車両整備室、受電所、グランド等があり、訓練地域には移動レーダー、発電室、ミサイル射撃室、組み立て工場等がある。 高台に位置する運用地区と運用地区から約2 5キロメートル離れた管理地区からなる。現在は、ハーキュリーズではなく、パトリオットが配備されている。空寺、地念分遁基地内にある、佐敷用ドレ竜気王国を建てた、昭和氏の父、小史省一族を建て祀った霊病。1957年、米軍がこの地域を接収すると通告した。 米軍基地の中にあるまま、県は1958年に県の史跡として指定した。現在は空自地年文遁基地内にあり、南城市教育委員会が管理しており、分遁基地に申し込むことで見学できる。ありがとうございます。